なんかもう素でプレミしてて、なんかもう辛いんだよね。はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルのファイです。ということで、今回なんですけども、僕のマザーね、使っていきたいと思います。やっぱりね、ナーフ互換機、グレートメカ王がね、めちゃくちゃ増えてきましたね。安定感がえげつないと。まずね、ガントレヤマとかね、流行ってる今、このエルカイオーの2コスト4500。これがね、めちゃくちゃ強い。もうこれだけでね、あのカブトムシ止まるので、まあエルカイオー立てながら、やっぱドルバロムもいると、でゲートサファイアもいると。じゃあロボコンクレオンだよねってことは、ロボコンクレオンもしっかりと採用することによって、今結構環境にデッキ、ガントレヤマとドルバロム、サファイア、これをね、すべてメタれるのが、まあグレートメカオデッキなんですよね。まあかなりね、プレイングが難しいデッキなんですけど、かなりね、安定感のあるデッキなんで、ぜひとも皆さん作ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンね、よろしくお願いします。じゃあ早速試合の方に行きましょう。いいぞ。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いします。とはさ、コロビナーからジャンボアタッカー、フェニコラーラ、ピラミリオンスタートできるのかなり強い。さ、トリプルマウス。さあ、ここでガトリンガーもね、引いてきましたね。であれば、まあ、とりあえずコロビナー1枚置いて、まあ、次のターン、ガトリンガー置きのアタッカーかな。それとももう1枚コロビナー置いても良さそうだけどさ、お前だし、ナチュラルトラップからのフェアリーレフでマナカスク。さあ、潤沢の戦乙女張りのしっかりとしたムービング。さあ、ここでアポカリプスで引いたんで、ここアポで置こうか。アポで置いて、次、水マナ引けなかったらガトリンガーからのフェニコラーラ、次、ペラミリオン。このムーブがかなり強そうだね。さあ、クイーンアルカリアス。さあ、トップオブザレッグ、マーキュリーギガブリザードなんで、ここガトリンガー置きながら行けましょう、フェニコラーラ。ここでね、ビーナスラセイントマザーとか引いてきてくれるとかなり強力なんだけど、さあ、ここは何もピックできず、フェニコラーラでね、俺フェニックス持ってきた試しがないんだよね。さあ、ここお相手しトリプルバンスで、ターン終了なんで、さあ、ピラミリオンが連なっていくので、さあ、行きましょう、ピラミリオン。さあ、ここでエルカイオー出しながらかな。いや、エルカイオーじゃなくていいな。ここジャンボアタッカーで良さそうだな。ジャンボアタッカー出して、次ピラミリオンギガブリザードしていきたいかな。ここ殴った方が良かったかもしれないな。トリガーなかったらそのままリーサル決め込む。いや、頼む、ギガブリザード以外。うわっ、いやー、これさ、もう仕組まれてる。これ見てるもん、ハンド。これもう決まってるわ。もうやられた。もうこれ絶対そうなんだよね。トリプルマウスで絶対もう落として欲しくない方に落としてくるから、もう困ったんだよね、もう。さあ、ここビーナスラセイントマザー持ってきたんで、もう恨みを。俺はもうビーナスラセイントマザーで恨みを晴らしていく。行きましょう、進化。いや、これどうする？これどうする？いや、これはもう、ジャンボアタッカーすべて乗っけていくか。行きましょう、進化。ギャラクティ・ポルテックス・ビーナスラ・セイント・マザー。ここで、盤石の着地を見せていく。さあ、打点はかなり足りているね。これもう、勝ったんじゃないか、これ。ビーナスラ・セイント・マザー強すぎて、涙目。さあ、トリガー発動してきて、ジャッカルカです。ライフか、強いね。だが、しかし、盤面は離れませんと。さあ、メテオバン発動。フェニコラーラをしっかりと墓地に置くことによってバトルゾーン離れません。さあ、ここ、じゃあビートを刻んでいきますと。さあ、あとキャプテンミリオンパーツさえ引ければ、ほぼほぼ負けないと。さあ、ライフ。鳥が強いな。さあ、行きましょう。フェニコラーラでブレイク。さあ、キャプテンミリオンパーツをトップオブザレックしてくれば勝ちですね。あと、それかブロッカーを3面並べないとお相手としてはいけませんと。さあ、果たして盤面3面並ぶか。でも9マナあれば結構、あ、不敗勢じゃベガか。強いね。だがベガでもまだ足りないと。さあ、打点は足りましたね。トリガーさえ、お相手氏がなければ勝つ。さあ、エルカイオトップオブザレックしたんで、エルカイオも出していく。見たい。これは勝ちですかね。まあ、トリガーあってもジャックアルカリアス以外だったら、勝ちかな。さあ、勝ちですね。ダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、コロビナ、エルカイオ、ガトリンガ、ビーナスラ、セイントマザ、ピラミリオンと。さあ、オープニング判断はね、割といいかな。まあ、ガトリンガちょっと置きたくないけど、とりあえず、コロビナ置いて様子見しようか。さあ、レオパルド、ティフォン。スバイランサーなのか、速攻デッキなのか、ここ、悩むね。だって悩むね。さあ、ここ、コロビナ置いて、
まあ、コンクリオン刺さらなそうだな。なんかレオパルドティフォン見えてるから。であればコンクリオン置きながらエルカイオピラミニオンガトリンガービーナスラセイントマザーが刺さりそう。さあエンペラーマルコだね。これまたびっくり。であればここロボコンクリオン置きまして行きましょう、エルカイオ。さあエンペラーマルコは結構しんどいオブザイヤー受賞しますが、いかに早くねビーナスラセイントマザー立てられるか、この勝負になってきそうだね。さあここクーリャンとか出てきたらかなり強いぞ。さあスパイラルスライダー、オッケーオッケーオッケー。であればまあエルカイオ戻される分には何の問題もないから、さあエルカイオ2枚目であればここコロビナー置いてエルカイオだね。コロビナー置きながらエルカイオ見たまえこの速度。さあ4ターン目にサイバゴンとか出てくるのかな。サイバゴンでしっかりとエンペラーマルコサーチしながらっていう流れになってきそうだね。さあここでピックアップゲートでエンペラーマルコサーチしてこなかったら結構熱いけど、このハンドもなんかエンペラーマルコっぽいよね。さあサイバゴンしっかりとサーチしてきますよと。さあトップボズレック、キャプテンミリオンパーツなんで、まあここもちょっともったいないけどミリオンパーツ置いていきましょう。ピラミリオン、さあピラミリオンでしっかりとここはもうジャンボアタッカーだね。ジャンボアタッカー持ってきて、次エルカイオビーナスラセイントマザーしたいな。そしてあとガトリンガーはねまだいけるんで、さあクラゲンからここエンペラーマルコかな。サイバーゴン、オッケーオッケーオッケー。エンペラーマルコ引いてないな相手。であればもうここビーナス早めに着地させようか。さあここでしっかりとパラダイスアロマで、パラダイスアロマ出てくるね、これ強い強い。さあここはもうビート合戦だね。さあここガトリンガーか。でここはまあ、ここでもエルカイオビーナスラセイントマザーして、次ガトリンガーで大量ドロー決め込んでいくっていうのは、かなり強いかもしれない。まあ、大量ドローできねえか。ここでシンがギャラクティープロテックするからね。行きましょう、ビーナスラセイントマザー。ここでね、一応着地を見せることによって、まあ、エンペラーマルコのバウンスがね、効かなくなるよねと。さあ行きましょう、トリプルブレイク。で、次ピラミリオンで盤面作りながら、ガトリンガーでドローしてって、あとはまあ、スパイラルスライダーとかなのかな、トリガーで強力なのは。さあ、スパイラルスライダー、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、ここでメテオバーン発動してきまして、さあ、エルカイオは不死身ですよと。さあ、エンペラーマルコさすがに引いてきたかな。さあ、ここでしっかりと剥がしていく。強いね。メテオバーン剥がし放題だ。さあ、エンペラーマルコ。しっかりと持ってきましたね。さあ、スパイラルスライダー。まあまあまあ、このターンはね、大丈夫ですよ、と。さあ、トリア。いや、強いね。ブロッカーをしっかりと並べてくるのは強い。だが、ここ、ビーナスラセイントマザー多分、お相手し、取れないでしょ。これ、12,500 のね、牙城をね、崩せることができないと。さあ、トップオブザレックで、ロボコンクリオンじゃなくていいかな。ここ、エルカイオーかな。ちょっとエルカイオーでブロッカー並べながら、まあ、ビーナスビートを刻んでいく。これが一番強そうだね。さあ、ここトリアでブロックしてくるか否からですけど、しっかり通してきましたね、お相手し。さあ、通してきてトリガー発動で赤サファ。強いね。さあ、エルカイオーここで戻っていく。さあ、エンペラーマルコここで乗っけてってもビーナスラセイントマザー戻らない。だから打点は足りてんのか。さあ、お私エンペラーマルコここで出してきて。さあ、スリードル決め込んで多分エルカイを戻してきて打点は2,3,4,5,6足りている。いや、またトリアか。だがしかし、ここキャプテンミリオンパーツプラストリガー引ければ何の問題もないぐらい勝てる。さあ、ロボコンクリオン。さあ、ダブルブレイク。さあ、ここシールド選択に全てがかかっていると。さあ、コロビナーも出ているし。さあ、どこのシールドを。さあ、ここのダブルブレイク。さあ、コロビナー、オッケー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 。さあ、ここコロビナーでサイバゴンタップ。することによって打点は足りない。さあ、ここ3枚なのでもうこの時点で打点は足りているプラスお相手氏は打点が足りないということで、これは勝ちですかね。さあ、ワンブレイク。さあ、ここでアクアサーファーも引いたね。さあ、これアクアサーファーも引いたんで、さあ、ここでトリア戻していきましょう。
で、サイバーゴムコを殴ってくるかな。ってことに対して、ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますとさ、ガトリンガー、ピラミリオン、ギガブリザード、サーファーサーファー。さ、めちゃくちゃ反動悪いね。さあ、ここでサーファー置きながら、さあ、私、天文ですね。天文だから、できたこと。さあ、ここでエルカイを落としながら、まあ、次のターン、エルカイをピラミリオンスタートできるのはね、まあ、割と一旦遅かったけど、強いんじゃないでしょうかと。さあ、エルカイを出していきましょう。見たまえん、コルソクローン。さあ、エルカイを出して、おばし、エターナルガードで、しっかりとエルカイを埋めていく。さあ、次、ピラミリオンで展開していこうか。まあ、こう、コンクリは刺さらなそうなんで、しっかりとピラミリオンを展開していく。さあ、エルカイを蘇生だね。まあ、蘇生みたいなもんだ、実質。で、次、ガトリンガーで大量ドローを決め込んでいくのもよし、ジャンボアタッカーを置いて、さあ、ここジャンボアタッカー捨てまして、次、ガトリンガーで大量ドロー。さあ、キャプテンミリオンパーズ強かったけど、ここガトリンガーのドロー優先。さあ、ここで3ドロー。コロビナー、コロビナーアタッカーか。割とマジでハンド良くなくなるね。さあ、ここでミステリートーテムでドローを決め込みながら、次さ、サーファートップバトレック。さあ、サーファーからのジャンボアタッカー置いていきましょう。進化ギャラクティボルテックス超新星マーキュリーギガブリブルザイモン。ここで盤石の着地をね見せててビート刻んでいきます。ここねマジでお相手して呪文使えないのはねかなりしんどいでしょ。このデッキでさあ天文も置くしかない。さあ民名、さあ民名のこのボイスが好きすぎる、声が良すぎるでしょ。さあここピラミリオンもトップバトレックいきましょう。ここもうコロビナーのもうタップ祭り。さあ、ここエルカイオで民名取りながら、マーキュリーで詰めていくと。さあ、ここはブロックされますね。だが次、ブロッカー出されても、まあ、コロビナーでタップもできるし、呪文もまだ封殺している。さあ、バルホルスをあがめ、崇拝していきましょうと。さあ、ここはもうコロビナーでタップして勝ちだね。さあ、行きましょう、コロビナー。さあ、ここバルホルスをタップして、マーキュリーでしっかりと盾を破って、コロビナーでダイレクトアタック。対戦、ありがとうございました。はい。ってことでね、僕のマザーいかがだったでしょうか。かなりね、強いデッキとなってますので、ぜひともね、皆さん作ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもね、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。